まそうだっすよ。改造さんの改造さんの神様ヒデさんです。あのカズ君ちょっとあの2人でちょっとなんかこうなんか2人の会話何ですか。神様やっぱそうですよね。名古屋レーシングといえば、はい、改造車には全然興味なかったのに鍋田で鈴木さんの車を見て車に目覚めました。いやこれは本当です。ほんまに本当です。ヒデさんずっと神です。いやいやいや、さんはほんまに神。ああやっぱり神。やっぱりあの昔から僕らよく鍋田に行かしてもらったんですけど、やっぱり本時からね、カズ君やっぱり鈴木さん、すいません、行儀悪くて。いやいや、俺何行儀悪いの。俺後輩めちゃめちゃ行儀悪いの。いや、やっぱりあのね、いろいろとほんまにヒデさんの車、行儀悪いからフロントから座られる。いや石川さんに。いや、やっぱりすごいですよね。やっぱりあのスカイラインとかのねえ、ヒデさん。やっぱりあのタミヤとかのあのやっぱカラーのやっぱりあれがいいっすよね。タミヤの。え、タミヤ。はい、あの赤と黒の。トミカね。トミカですね。タミヤじゃなくてトミカですね。すみません。はい。はい。ちょっと酔っ払いですみません。あれはね。いや。はい、ね。え、ほんまにあれ鈴鹿の先とか走っちゃったんですよね。エンジンとかは。エンジンとかなんか詳しく言うと言えないですか。 YouTube では言えないですか。ちょっと別にいいけどね。 E 天使の炭素ピストンとか入れてカム変えて HK スタン。あ、そうなんですか。これちょっとあれなんですけど、ヒデさんすいません、あの30の Z で事故らったんはあれ事故ええよ、あれはほんまに。あ、そうなんですか。鈴鹿行くときに、はい、カム持って、はい、やめようかなと思ったら、とりあえずチェーンってうるさいもんで、はい、テープで G ノーズとか全部ガチガチで貼って、あ、そうなんすか。ちょっと行きます。はい。あ、そうなんすか。そんなもんで、それで、まあそのまま、その時にウルウランってバラしてウルウランしたら、はい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 、あそこで事故った、ね、仲間がおったから、はいはいはい、どんから30でいいよ、落ちて。あ、そうなんですか。え、でも入院してありました。それは違うね。え、また違うんですか。オレンジの 30? はい、なんかあのあれはひどかったね、肺破れたりとか。10何本、もっと何本、1本、3本折れとる、3箇所折れとる。あ、そうなんですか。はい、なんかあれ見てたらなんかえらいひどいあれやなと思って見てたんですよね。でもね、ヒデさんちょっと話変わるっすけど、今あの改造車どんな感じですか。もう僕らの時代からするとって、今この変わりがないもんで何もときめかいのね。あ、そうなんですか。はい、別坂してっか。ああ、ほうじゃあね、なんかどこかある境に。ああ、そうなんですか。別坂で気軽にできんじゃん。俺ある頃はゴミみたいな車が10キロ。ああ、はい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 。ある程度高くなってもさ、100万も超えてないじゃん、ベースが。ああ。今何百万だからね。ああ、なるほどね。もう何百万出して買って、そこからあれ。そうっすよね。まあ、あのバイクにしたかで、車にしたかで、今すごい。で、そこから目新しいことできるかっていうと、ないじゃん。ああ。でもあの鈴木さんの当時の時のやっぱり改造車の、やっぱり今、あれですよね、アツシさんとかのバットマンカーとか今どうですか、あの感じ。まあ、嬉しいよね、やってくれる。あ、やっぱりそうですか。あ、やっぱりバットマンカーって言ったら、もう俺らの時でもやっぱりあの時のバットマンカーって言ったらもう最高っすよね。最高か。いや、まあ、あの頃はちょうどブラちゃんが俺あれ作った時はちょうど最終戦の本当の終わりの時だったな。あ、成田に遊びに来て、はい、青木君と仲良くなって成田でしょ、はい、まあ、そこから連絡取り合ってやるうちって、まあ、そこからね、やっぱりあのシルエットはやっぱり成田レーシングさんのあれですか。やっぱりあの成田レーシングさんが一番初めやってちょっと前に
あのスカイライン。ああバットマン、バットマンのも本ですね。はいはいはい、トミカの。トミカ、ね、はい。トミカはやっぱアルサマルトミカでしょ。ああ。やっぱ自分が作りたいのを作っただけ。ああはいはい。やっぱ男はシルエットでしょ。やっぱり最終的にやっぱりシルエットですか。うん、まあね。はい。まあ、ほんでなんていうかな、まあ、年食って。はい、サーキット走りたいなと思って。あ、だって Z もあの黄色とか塗ってエンジン塗ってサーキット走ったし、あ、まあ、この辺はその延長上ぐらいの。皆さんそうですか、これ皆さん、皆さんこれ今だから俺はね、はい、でもやめ、ヒデさんはどっちかと言ったらやっぱりあのレーシング系っていうか、そうですよね、すごくレーシング系の方にあれしますよね。でも鈴木さんね、あの聞いたんですけど、昔やっぱりあの浜松レーシングの誰でしたっけ、あの誰でした、あの浜松のあの330乗ってはった、あ、姫街道、あ、姫街道さんの、はいはい、坂田さんとかはやっぱりどうなんですか、みんなやっぱりいろんな思い出あるんですか。まあ、あの当時はね、はい、でもあのやっぱり昔から言うたら武藤 Z さん、ああ、あの憧れとか仲間とかまた違う。ああ、はい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 、武藤 Z って言ったら、まあ、僕らみたいに勝ちないから。ああ、なるほどね、はい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 、そうですよね。シャドウ持ったのは、はい、ソフィットがシャドウ入ったから俺買ったんだね。あ、そうなんですか。はい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 。それが好きでシャドウ買ったわけで、はいはいはい、うん、あれだったんだけど、はい、うん、とかあるかな。やっぱ憧れと坂田はタメだから。あ、え、そうなんですか。そうだよ。なもんで、ね、姫街道タメだよ。あー、やばい、ほれライバルはやっぱりあったんですか。あんまないね。いや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 、まあ、だけど、まあ、お金かけて作った人と、まあ、違うだけです。はい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 、まあ、俺らはグラチャーマルも毎週ナムタ行かなかったから。はい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 、まあ、ちょっと違う世界があって。あー、なるほどね。今日はホタルランプつけたとかナイトライダーつけたとかさ。はい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 、はい、そういう、まあ、毎週何かやらなかったなみたいな感じだったけど、はい、でなおかつグラチャーがあの頃あったよね。はい、そうですよね。はいはいはい、そこでみんなにまたあの写真を撮ってもらう、フラッシュがたけるとか、写真を撮ってもらう人の数でさ、はいはい、みんな、お、俺の前に来るのはよけ、あの人がこう写真撮るみたいな感じがあの頃喜びだから、それのために毎回なんか改造して作るって感じだったんで、俺なんか違うじゃん、買ったらそのまま乗ってる感じだもん。はい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 、はい、だから俺って完成しちゃうともう飽きちゃうんですよ。あ、飽きちゃいます。あ、で乗る気がなくなっちゃうんですよ。あー、なるほど。今の時代はちょっと違うんですよね、そういう時代は、ね、今の若いもんにこうなんか訴えるもんと言えば何かありますか。え、好きなことやるといいんじゃないですか。これ見てください、これほら滝ありで、これ昔にね、これでほら、いや、気持ち悪い、いや、俺には言えないですね。あー、なるほどね、ありがとうございます、ヒデさん。すいません、いろんな話聞きました。本当にあの名古屋レーシング。ずっと。いやいや、撮ってましたよ。ずっと撮ってました。ありがとうございます。